夢ラジオ第3834回、今日は令和4年7月6日水曜日です。時刻は午前9時半、横浜港北、水曜の朝となりました。水曜日は夜までお仕事がなく、いつもの曜日と比べて少しゆっくりできますね。夢ラジオの放送を9時半、ちょっと遅めのスタートとなりました。さて、3834回目、今回は孫正義がガーシーを救う、こんなタイトルでお話ししましょう。孫正義がガーシーを救う。 NHK 党から参議院議員に立候補しているガーシー、そのガーシーの Twitter が凍結され、そして YouTube も楽天関係の動画は削除、強制的に。ゆくゆくはガーシーチャンネルそのものがバンされるだろう。それは旗から見てても明らかですね。ガーシーがその状況に対してサロンでこれからは流すから、でサロンで動画聞いてくれた人は切り抜き舞台として拡散してくれやっていうふうに言ってましたね。あのガーシーが言ってるサロンっていうのが何なのか、ガーシーは定義せずに喋ってましたけど、立花が名古屋の演説で、あのガーシーが言ってるあのサロンっていうのは、新しいサーバーなんだと。その、つまり YouTube じゃない、もう新しいサーバーで、それをガーシーはサロンと呼んでる。その新しいサーバー作るのにはもちろん準備がいり、そこに孫正義が助っ人出す、つまりガーシーを手伝うって立花言ってるんですよ。これは立花の名古屋演説で言ってるだけで、どこまで本当かはちょっとわからないんだけど、ただしこれありうるなということで、夢ラジオでもお話しいたします。結局今立花&ガーシー&黒川あたりで楽天を追い詰めてるわけですよ。楽天は今回の秋分に関して早く声明出さなきゃいけないのに出せない。三木谷さんのツイッターも止まったままだ。この状況はモバイル業界に殴り込みかけてきた楽天に対して、既存のプレイヤーであるソフトバンクからカウンターする、まあ、またとないチャンス。つまりソフトバンクとしてはライバルの楽天が自滅してくれるわけですね。しかもその楽天を追い詰めているのが NHK 党となれば、孫さんが立花と話しつけて、ガーシーが今後活躍できるプラットフォームはソフトバンクで用意しますせと、新しいサーバーですよと。でそのサーバーにそれをサロンととりあえず呼ん でそこに、まあ、ある程度お金払うんでしょう。でお金払ったそのメンバーがアクセスして、でガーシーに LINE の、 あの連絡先を教えてもらって、そしてガーシーから切り抜きしてええかっていう、切り抜きしてもええでっていうその許可取って、ガーシーからの許可が取れたら
もう著作権の問題が発生しないので、そしてガーシーからオートマチックに動画が流れてくるわけだから、それを切り取り、どんな悪質なサムネでもいいから、ガーシーが言ってましたね、拡散せいやと。これビジネスとしては絶対いいビジネスで、たとえ今ガーシーが言うように切り取り部隊が500人いたとしても、今から参入すれば月100万ぐらいは稼げると思いますね。どうですか？今暇な人。本当に。あれ、今の職場がしょうもない野郎のオンパレードで、ね。だけど、月々のお金もらわなきゃいけないから辞めれないみたいな、多いでしょ？で、その時、このガーシーのサロンに入って、この時はお金はいるでしょう。なんぼ取られるのか分かりませんが。で、ガーシーから許可もらって、で、流れてくる動画を自分なりにアレンジ、エディット、編集するわけですね。ここで腕はいりますよ、多少の。ここで。けれど、メインはガーシーの主張なわけで、まあ、その編集の仕方、あとサムネの作り方は、まあ、適当でいいかもしれません。で、あげれば、広告収入一気に入ってきますよ。登録者1000人行くのに、この夢ラジオでは2年くらいかかりましたよ、本当に。2年、4、そう、2年くらいかかり、2年以上だったかな？ 2 年半くらいかかって、やっと登録者数1000名。そして登録者が3000名くらいになった時、やっと広告収入もほんならつけてみようかっていう感じで、やっとつけ始めた。それがもう3年くらい経ってからでしたね。で、これ、1ヶ月かかんないと思いますよ。ガーシーんとこ連絡して、で、やっぱ多少はそのサムネの作り方とか、動画の編集の仕方とかは学ばなきゃいけないけど、なんかちょっとですよ、1週間もかからないと思う、こんなの本気で学べば。変なビジネスの話になっておりますが、という形でガーシーがもうそもそも YouTube に頼らないと。ただし、切り抜き部隊に対して、これが500人から700人から1000人ぐらいまで行っちゃうのかもしれない。これ今後ね、行ったって構わない。そしてその切り抜き部隊に任せると。で、ガーシーにはお金が入ってこない、広告収入の。ただし、そのサロンに入るときにお金は取るんじゃないかな、やっぱり。けど、その後のね、ガーシーのそのオリジナルなものを流す権利を得たわけで、それはもう何度も言いますけど、ビジネスとして今暇ならですね、もう飛びついてやってもいい、そういうものかなと思いますよ。こういうふうにで、不況だ不況だとね、仕事がない、お金がないとは言うけど、ガンガン転がってですよ、金儲けのやり方なんか。まあ、見えないだけでね、一般人には。しかもこれ別に今の仕事がしょうもなくて嫌やな思ってて、辞めなくてもいいじゃないですか。やめてこれやるっていうのはリスク多いけど、やめずに土日かけてやればいいじゃないですか、これ。で、軌道に乗ってきて、ああ、もうこれでほんまに稼げるな思ったら、今のしょうもないアホどもにさらばって言って、自分でやっていけばいいわけだね。だから最初はノーリスクでやれますね、これはね。はい、別に僕はガーシーの、切り抜き舞台になることを、まあ、推薦してるわけではないのですが、ただ金儲けの方法として有力やなとは思いますね。何もね、株や FX やるのが金儲けではないんですよ、全然。さて、話が全然変なとこ行ってますけど、これ実はずっと待望されていた日本初のプラットフォームっていうのの原型になり得ないか。つまり孫正義がサーバーの手伝いをする。そしてそこに立花とガーシーが乗っかる。そしていろんな暴露をすると。暴露じゃなくてもいいよ、いろんな主張をすると、政治のね。あるいは今は芸能界の暴露にとどまってるけど、政治家の暴露をやる。これはぜひぜひやってほしいですね。財界人の暴露も三木谷だけじゃなくてやってほしいですね。どうせむちゃくちゃやってるんですよ。YouTube、これはあくまでも大きなプラットフォームであるのは間違いないけど、アメリカの一企業ですから。そしてそのガイドラインっていうのも実は恣意的で、正しいことを言っていても、そのガイドラインに合わないから、
削除されたり警告を受けたりバンされたりということもいっぱいあるんです。それはリスナーの皆さんもご存知でしょう。だから YouTube って言っても、まあ、公平なプラットフォームではないし、普遍的なプラットフォームではない。だからこそ今回ガーシーがその YouTube でずっとやっていくっていうことに限界を感じて、新しいプラットフォーム、そして立花がポロッと孫正義さんが助っ人に来てくれますとか、日本初のプラットフォームが出てきてほしいですね。日本初のプラットフォームが出てきてくれたら、そこでは日本人なりに向けにアレンジされたそのガイドラインは絶対必要です。何でも言っていいようなプラットフォームはむしろ有害ですから、ガイドラインはいるんですけど、それが今みたいなものすごく恣意的で、つまり任意でね、勝手気ままでというか、でそういう基準でなんか動画が評価されるような、そういうものではない方がいいんですね。3834回、今回は孫正義がガーシーを救うのか、こんな話でした。水曜日の朝です。